今後。はい、これはトラ君が作った何ですか。ミキサーさん。じゃあちょっと説明してください。どうやって。古風はミキサーさんってあの丸いところも回りますね。うん。ここもこう回る。ああ、本当に回ってるね、ぐるぐる。それがコンクリート入ってるところですか。それで流すところは、うん、ここで、あとこれを使います。後ろにくっついてた部品を取って、それでここをトンと出します。お、なんかそれっぽくなってきた。それでトンと開けて、うん、こうくっつければコンクリートが通って、あー、そうやって流れていくのか。すごいね、これ。ちょっとコンクリートのぐるぐるタンクのとこ回してもらえますか。中は入ってない。うん、中は本当に入ってたら大変だよね。うん。これコンクリートミキサー車。そう。ブロックで作った。どれ？よいしょ。おー。じゃあまた畳んでみ、普通の。畳んでようか。さっきの状態。さっきの状態に戻してください。簡単なんだ。簡単です。ポーンとドカンドカン完成。あー、じゃあ仕事終わってミキサー車帰ってください。お疲れ様でした。ピース。横転。横転してますよ。横転しても通れないね。タイヤも通れないよ。あー、ほんとだ。今のタイプはそういうタイプなんですよ。こういう仕組みもあるし。うん、こっからミキサー車流した方がシンガラっぽく見える。そうだね。それはこれでかっこいいね。で、ここも開くようになってて、日当たりを良くするときにはこう。あー。あ、痛い。じゃあちょっと前も。はーい。おしまいでーす。これ、絶対無理すんの。隠れないでくださいよ。で、こう戻せば、元通り。しまい。